難しいな。自分が失った方がいいと思います。難しいバランスゲームだな。どっちやろう。全ての記憶を覚えてる方です。泉ちゃんのように知らないように消すかもしれない。え、それはシュークリーム食べたいんで。映画でやっぱり恋人に辛い思いをしてほしくないっていうのはあるんですけど、だったらもう自分、いやでも僕がその記憶をなくしてしまったとしても、やっぱり恋人も辛い思いをするけど、どっちも辛い思いをするけど、でも記憶がないよりあった方がいいと思うので、僕は恋人よりも自分が記憶なくなった方がいいと思います。多分悪いことも鮮明に多分覚えてるだろうし、嫌なことであったりとか辛いこともすごくこうはっきり思い出すけど、やっぱりそれ以上に楽しいことであったり幸せなこととかをはっきりと自分の記憶の中に刻み込めれば、それもまあ吹き飛ばせはしないと思いますけど、ちょっとこう穏やかに、自分の気持ちは穏やかになるのかなと思ったのでプレイしました。事情は人それぞれあると思いますけど、人によって違うと思いますけど、やっぱりそれを言ったことで、その友達のがすごい、なんて言うんでしょう、メンタルが得られるのであれば、それはなんかこう自分の記憶、友達の記憶の中から自分を消した方がいいのかなっていうのは思いますし、知らぬが仏じゃないですけど、そういうのも時には辛いけど大事なのかなっていうのは思います。たい焼き、 あんこのたい焼きはやっぱり日本でも食べる機会が多いんですけど、シュークリーム中に入ってるっていうのがすごい興味深いなと思って、それは一生に一度でもいいから食べてみたいと思いまして、これにしました。いや本も迷ったんですけど、でもやっぱり初主演映画もやらせていただきましたし、映画がすごい改めて大好きになった作品だったので、本もいいですけど映画も、まあ、自分のその勉強にもなるので、まあ、本も勉強になりますけど、やっぱり職業柄というか、なんて言うんでしょう、学びのものでもエンタメでもあると思うので、それは映画かなと思います。ありがとうございます。